中学クラブの町で永田優斗です。ディズニーのオーケストラを9歳の頃に見に行って、自分もやりたいになって、そこから始めました。その時なんか、そのリフトとか、ペアが滑るのを見て、最初からアイスダンスがやりたいって始めました。自分は7歳の頃に、普通に遊びで、スケートリンクに遊びに行って競技としてやりたいってなったのがスケートを始めたきっかけで、最初はシングルをやっててアイスダンスは無縁の世界を過ごしてましたダンスを始めたのは何歳だったかな、10歳、11歳ぐらいですね。本当にダンスを始めるタイミングは本当にちょっと長めダンスを始めたきっかけは、そのクラブで合宿の時にそのたまたまそういう組んで滑ろうみたいな機会があって、その時に、正直その時シングル楽しくないなと思いながら練習してていや楽しくねえなと思ってた時に合宿でそれがあって、だからこっちの方が重くねってなったのがコーンカップルになって、自分は、やっぱ体格がどうしても身長が高かったり体が良かったりっていうする方じゃないから、リフトとかそういうなんか力を使う技っていうのは今でもちょっと思うんですけど大変だなっていうのは思います。トレーニングとかはしてるんですけど、体格はどうしようもないかなって思うんですよ。骨格とかはどうしようもないかなって思うんですけど、体重とかその筋肉とかで将来的にカバーできるようになればいいなと思ってます。ない別にあれは今俺と組んでる時とかじゃなくて、ないよね全部楽しいから、楽しくないのがないかもしれないですね。それ嫌いなのかもしれない。例えばでも、だけど、だって普通だ。なんて本人が言う前に言うんだよ分かってるじゃん。なんか、ステップとかでユニゾンがぴったりあったりしてた時のが楽しい。例えばその、できないリフトとかできない技とかができるようになった時とか、これシングルでも一緒かもしれないですけど、例えばステップとかで大会の後の結果でレベルが取れてた時とかは嬉しいです。何でも2人で楽しむ。例えばだからその悔しい時も半分嬉しい時は2倍になるしっていう希望がいいなと思いました。一人でそのプログラムを作るんじゃなくて、二人でプログラムを作れるところが一番いいと思います。映画とかドラマにあれ最近見たのは私たちの学校はっていうゾンビ映画ドロップ、なんかイカゲームが一時期流行ったじゃないですか。その次に流行った頑張ってるね。
見るときから見ないときもあるんですけど、タイミングタイミングがあるシュン、まあ映画とか見るのもそうなんですけど、趣味っていう趣味がないんですよね。いろんなことを触ってみて、いや、あの、何、その表に出るような感じじゃないんですよ。例えば、これが好きみたいなのはないんですよ。例えば、まあ、みんなの周りにいるんだったら、まあ、ゲームとかなんですけど、そんな没頭するほどやるわけでもないし、って感じです。そんなやらない。めっちゃやってる。体格が、とか骨格が出たら、なんかそう、例えばアイスダンスで言ったら、踊りが揃ってたり、手があっての向きとかが揃ってたりしたら、まあ、揃ってるっていうのが誰が見てもわかるんじゃないかなと思います。ミズオンは、どのカップルよりも一個頭抜けてるよねって思われたいです。アルゼンチン団子は、その2人で組んで滑ったのとかあるんですよ。なんでアルゼンチン単語っていうのに絵っていうのはないんですけど、単語とかそういうテーマ的なのに関しては、今までこのカポユとしてフリーでもリズムダンスも出る系統が単語寄りじゃなかったんですが、それが全然違う方向になったのが、いい方向に行ったらいいなって思います。違います、だいぶだいぶチャレンジだよね。全く今までとは違うに絶対になるから、ありがとうございます。そうっす。はい、リフトの種類を変えないといけない。ああ言えるどれ行きますか。でも見る側からしたら違う方がいいよなって。同じもんだよ。普通にレベルが取れて、なおかつ綺麗に見える、綺麗にかっこよく見えるリフトがを見つけれたらいいな。去年はレベルの取りこぼしが結構あったんで、今年はないようにスピンリフト、ツイングで全部レベルを取ってます。ステップとか2とか3とか、あのルールが変わって個人でレベルが出るようになったので、両方とも2とか3が取れるように練習したいなと思います。いや、そのレベルとか、そのさっきみたいにレベルが取り戻しせずに成功して GOE がついてっていうふうになれば、順位はついてくるから、はい、優勝して世界中に勝ってます。マジです。それが違ったらやっぱでも身近にそういうなんか世界大会とか世界ジュニアとかオリンピックとか行ってる人たちを見ると、自分たちも行きたいなってなります。2年、今年と来年。カホユーカップルとしては、その世界から見て日本のアイスダンスカップルといえばカホユーだよねって言ってもらえるようになります。いつも応援ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。なんかやればやるほど緊張する。なんか間違えた時とか、何喋ってんだ俺って、もうなんかこぼしてるよ質問されたことに対して、あ、これ言おうかな、喋ってる間違うこと喋ってる。僕はもう伝わってる。伝わってる。ありがとうございます。ありがとうございます。